達成は持ち越しマドン監督はこの日日本時間30日の試合前に会見し大谷の今季最終戦での登板を見送ると発表したここまで23試合に登板し9勝2敗防御率3.18補給していれば単打で済んでいただけに味方の接種に呆きれるしかなかったようだ 同日の試合後の会見で、このままでは来季以降も勝てないのではないかと話したことからも、現有戦力に物足りなさを感じているのは明らかだ。今季の大谷は投打にわたる活躍が評価され、チームの MVP と最優秀投手に選ばれた。シーズンを通して孤軍奮闘してきたとはいえ、大谷自身も早々と KO されたり、後期で凡退するのも珍しくなかった。 エンゼルス、大谷翔平27に似つかわしくない言動が目立っている。日本時間29日のレンジャーズ戦の7回、左翼ゴセリンが打球を降逸記録は三塁打、してピンチを招くと、ベンチの大谷は頭を抱えた。ここに来て大谷は、ベンチで怒りをあらわにするシーンが増えた。 7回1失点と好投しながら10勝目を逃した27日のマリナーズ戦の7回裏に自軍の打者が凡退に倒れると、バットを叩きつけて感情を爆発させた。周りを左右するのはとても難しいこと、それは自分というよりはフロントだったり、首脳陣の分野だと思う、と、戦力の上積みを要求するのはともかく、同僚のミスに目くじらを立てるのは控えた方がいい。 メジャーでは同僚へのリスペクトを欠く行為はチーム内での反発を招きかねない。過去にはメディアを通じてチームや同僚への批判を繰り返し、ソース感を喰らった日本人選手がいたのも事実だ。来期以降も二刀流で結果を残すためにも、チーム内でのいざこざは避けるに越したことはない。1918年のベイブ・ルース以来となる、2桁勝利と2桁本塁打、の達成は来期以降に持ち越しとなった。 同日の大谷は1番 DH で出場待望の46号は出なかったが5打数2安打2盗塁今季通算25個目の盗塁を決め史上6人目 &15 年ぶりとなる45本塁打25盗塁を達成したチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュースコンマ 動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。